はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。いきなりですがね、クイズを出そうかと思います。というか、まあハロウィンですよね、今時期的にね。まあハロウィンってざっくりとこうハロウィンって言ってると、なんとなくこう10月末ぐらいかなとぼやっとした感じだし、まあクリスマスとかね、あの結構クリスマスセールとかって、まあ下手すると11月ぐらいからやったりするけど、まあそういう意味ではハロウィン的なねものもこう10月の末から、まあ下手すると11月の頭ぐらいまであったりするんですけども、まあとりあえずなんかざっくりとじゃなくて、日にちをこう決めるとどうやらね10月31日らしいんですよね。明日ですか？はい。ということで、まあちょっとねハロウィンのねあのゲームのクイズをね出そうかと思います。次のね3タイトルのうちで、ハロウィンの夜の出来事ではないのはどれというね、そういうクイズです。ということでね、まず1番、はい。魔法のパンプキン、アント・グレッグの大冒険。これゲームキューブ版ですね。これはゲームキューブ以外にね、PS2 と、まあ、アドバンス出てるんですけど、まあ、今回はゲームキューブ版。まあ、同じだと思うんだけどね。はい。で、2番、はい、こちら。ジャック・ブラザーズの迷路でヒーホー。これね、バーチャルボーイのタイトルですね。こちら、2番。で、3番が、ティム・バートン・ザ・ナイトメア・ビフォア・クリスマス、パンプキン・キング。はい。ゲームボーイアドバンスですね。で、この3タイトルの中で、ハロウィンのね、夜の出来事ではないのはどれ？ということで、シンキングタイム、スタート。ということでね、まあ、なんでこの3タイトル選んだかっていうと、単純にこう、ハロウィンだからね、なんとなく、こう、かぼちゃかなってところと、あとなんかそのところからちょっとこの3タイトルを選んでみたんですけども、まあそもそもね、ハロウィンのゲームっていうか、ハロウィンが表題としてついてるゲームっていうのが、ほぼほぼないんですよ。映画だとほら、ハロウィンっていうと結構怖い映画があったりするじゃないですか。なんだけど、ゲームの方で探してみるとね、PSP で、12時の鐘とシンデレラシリーズっていうのが、12時の鐘とシンデレラハロウィンウェディング。で、2作目がね、24時の鐘とシンデレラハロウィンウェディング。3作目が0時の鐘とシンデレラハロウィンウェディングっていう、まあそういうことでね、3タイトルシリーズで出てて、まあそれをまるっと含めたやつが、ビータの方で出てて、こちら12時の鐘とシンデレラ、シンデレラシリーズトリプル全巻パックということでね、ここハロウィンってついてないのがちょっとややこしいんですけど、まあ一応、まあ、まるっと3作入ってるから、まあ、ハロウィンウェディングなんだろうとは思うんですけど、ただ、これがね、ハロウィンの出来事かどうか、ちょっと僕がその PSP とこのビータのタイトル持ってないんで、まあ、乙女ゲームなんですけど、持ってないんで、ちょっと、今日のね、あの、出題にはちょっと込められなかったんで、まあ、とりあえず今回はね、3作品で見て、考えていただければいいんですけど、まあ、ちなみに、ね、パッケージの表面の情報をちょっと、まあ、これゲームキューブで、まあ、さっきも言った通り、ゲームボーイアドバンスで最初に出て、で、その後、ゲームキューブと PS2 で出てるんですよ。だから発売日がアドバンスが先なんですけど、ちょっと、アドバンス版とこのゲームキューブ版が同じかどうかはちょっとわかんないんですけど、多分ゲームキューブと PS2 は、同日発売なんで多分同じだと思うんですよね。うん。で、まあ、とりあえず、まあ、今回はゲームキューブです。はい。で、こう見てみるとね、まあ、かぼちゃ、まあ、いかにもほら、ハロウィン的なかぼちゃがあるじゃないですか。で、ハロウィン的なかぼちゃのやつがいるでしょう。まあ、こんなやつがいたらちょっと怖いんだけど、本当に。で、まあ、かぼちゃだらけなんです。まあ、魔法のパンプキンだからね。まあ、タイトル的にもそうなんですよ。で、ドキドキワクワクのファンタジーアクションってここに書いてありますね。まあ、だから、まあ、ホラーテイストで、なんか魔法使いっぽいのがあって、まあ、なんかちょっとハロウィンっぽいですよね。はい。で、これがハロウィンの夜の出来事なのかどうか。で、次、ジャック・ブラザーズ、の、迷路でヒーホー。これもね、ジャック・フロストの方はね、まあどうでもいいんですけど、このジャック・ランタンがね、この頭がカボチャみたいなやつなんですよ。で、ジャック・ブラザーズなんで、まあこいつら、まあ3人いるか。この3人がね、こう、一応兄弟なのかなというところで。あともう一人がジャック・リバーか。ジャック・リパーか。この骸骨みたいなのがジャック・リパーですけども、まあだからこの3人がね、ジャック・ブラザーズなんですけども、まあ、一応ね、このカボチャのがいるから、まあ、もしかしてハロウィンなのかなみたいな感じで、ですよね。まあ、ちょっと周りにこの妖精さんかなんかがいて、ちょっとメガテンシリーズともちょっとイメージが違ってね、割とこう子供向けにこう狙った感じのタイトルかなってところと、あとパッケージ表面の情報からすると、まあ赤と黒の暗い感じだっていうのは、これはもう多分
多分じゃないな、バーチャルボーイの画面のイメージをちょっとここら辺に出してるのかなってところですね。で、パスワードコンティニュー方式アクションゲーム一人用ってあって、まあこれだけと情報がちょっとないですよね。はい。で、次、こちら、ティム・バートン、ザ・ナイトメア・ビフォー・クリスマス・パンプキン・キング。これパンプキンなんですけど、でも一方でね、ナイトメア・ビフォー・クリスマス。クリスマスの前だから、まあシーズン的には、お店的にはね、売り時としてはクリスマスシーズンの前やっぱハロウィン、商売的にはね、あるから、まあビフォー・クリスマスって言ったら、まあハロウィンみたいな感じになるかな、ところもありますよね。で、かといって、パンプキンキングって、でも、月のここにいる人パンプキンっぽくないんだよね。あ、でも、ここら辺パンプキンの絵がちょっとね、見えて、こんな感じで見えてるから、うん、パンプキンキングって、そういうやつなの?みたいな感じでね。うん。で、これキャラクターアクションゲームってあると、1人から4人用ってあるけど、これもちょっとパンプキンっていうか、ハロウィン色は薄い気がするよね。うん。という感じなんですけども、皆さん分かりましたでしょうか?はい。じゃあそろそろね、この辺りで締め切りにして答えをね、はい、いこうかと思います。まずね、はい。ゲームキューブのね、まあ、ここから行くのは、まあ、あ、でも発売日順的にはこっちかな。発売日順で行くと、これ1995年の、9月29日に発売された、ジャック・ブラザーズの迷路で秘宝。こちらはバーチャルボーイで発売されてるんですけども、設定としてはどうなってるでしょうか。ということで、裏面。それは、ハロウィンの帰り道。迷路の、あ、秘密の迷路を突っ走れ。ということでね、ちゃんとハロウィンの帰り道ってあるんで、まあ、これはハロウィンのね、帰り道なんでしょう。で、可愛いけど強い、妖精ジャック兄弟のトップビュー型アクションゲームの登場だ。ということなので、まあ一応、ハロウィンの、まあ、帰り道だからね、ハロウィンって夜やるでしょ?まあ、昼やってるか。夜かどうかはちょっと怪しいなということで、ちょっと見てみましょうか。もう少しなんかあるかな、設定としては。あったあった。ハロウィンの一日、妖精の世界と人間の世界との扉を開く。扉が開く。この日、妖精ジャック兄弟も妖精界から遊びに来ていた。楽しいひとときの時間を忘れた兄弟たち。ゲゲゲ。ふと気がつくともう夜中の11時。ハロウィンの終わりまであとわずかだ。扉が閉ざされるまでに帰らなければジャックたちは消滅してしまうという。ということで、ここでね、ちゃんとハロウィンの夜だということが判明しました。ということで、まあ、ジャックブラザーズの迷路で秘宝はね、ハロウィンの夜の出来事でした。はい。で、次。で、これ発売日順でいくと、ゲームキューブが2003年だね。ゲームキューブ版のね、この、魔法のパンプキン、アント・グレックの大冒険は、2003年の、6月19日発売ですね。で、一応まあ、これが一番ハロウィンっぽいんだよね。で、裏面を見てみると、カボチャが笑う夜、新たな冒険が始まる。アント・グレックの不思議なハロウィン。楽しいハロウィンの夜、友達がモンスターにさらわれてしまったぞ。それを知ったアンとグレッグは友達を助けに、森の中へ。モンスターなんて怖くない。勇気とカボチャの魔法があればきっと大丈夫。さあ冒険の始まりだ。ということで、ハロウィンの夜のお話なんですね。で、まあこれがどうやら、アンは魔法使いの格好してて、で、グレッグはね、小悪魔の仮装をしてるんですよ。だからこいつは小悪魔のキャラクターじゃなくて、小悪魔の方、キャラクターのにこうコスプレしているね。だからもうまさにハロウィンの夜の、ね、出来事という、まあそういうことがわかるかと思います。ではでは、こっちはどうだ?はい、パンプキング。はい。こちらは、2005年の9月8日発売ですね。これゲームボーイアドバンスのね。ティム・バートン、ナイトメア・ビフォー・クリスマス、パンプキング。パンプキンキング。で、こっちの方はね、裏面の方を見てみると、ハロウィンの前日に起きた誰も知らない物語。ジャックとサリーの初めての出会い。そして、ジャックに襲いかかる試練とは。まあ、これ以上読まなくてもいいよね。ハロウィンの前日に起きたって書いてあるからね。誰も知らない物語なんで、まあ、何かしらの前日端的な意味合いなのかなって気もするけど、まあ、これはハロウィンの前日。ということで、答えは、
ジャック・ブラザーズのメイロデ・ヒーフォーと魔法のパンプキンは、ハロウィンのね、夜の出来事で、ゲームボーイアドバンスのね、このパンプキンキングだけ、こちらが、ハロウィンの夜のお話ではなかったということです。ということで皆さんね、わかりましたでしょうか。でちなみにね、ティム・バートン、ナイトメア・ビフォー・クリスマスに関して言うと、もう一本ね、PS2 でこういうタイトルが出てるんですよ。こちらね、まあ、ティム・バートン、ナイトメア・ビフォー・クリスマス・ブギーの逆襲ってタイトルなんですけども、こちらはね、ちょっと裏面の方を見てみるとね、どう書いてあるかっていうと、物語はゲームへ続く。1年後のハロウィンで起こる新しいナイトメア。とあるので、ということは1年後のハロウィンですよ。だから、今他のね、ゲームに関して言うと、まあ、今日のこと、今日というか、10月31日のね、夜の出来事。で、1個は、まあ、今日の出来事。ややこしいな。なんだけども、この、いつ遊んでも、このブディの逆襲に関しては、来年の、ハロウィンの出来事ということなんで、ややこしいんだけど、まあ、これもハロウィン当日の夜かどうか。でも夜だよね、ナイトメアだしね。まあ、そういうことでね。一応こういうお勉強もしておけばと思います。ということでね、皆さんはね、明日のハロウィンはね、まあ、あんまりこう、まだね、油断しないで、あんまり密集しないように気をつけていただければいいし、今日のね、気持ちを味わいたいのです。あれば、まあ、まさに今日の出来事だからね、ハロウィンの前日に起きた誰も知らない物語を、今日ぜひね、体験していただければと思います。ということで、この動画が役に立ったかなと思った方は、ぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サキカンでした。